あれこれは矢野先生。細川レベルが入ってもこれだもんな。先に米騒動が起きるあたり先見の明はある。10年ぐらいずっと弱いのに立浪だけのせいじゃないだろ。でもここ10年で一番弱いよ確実に。ずっと B クラス常連だけど再開にはなかなかならない広島型暗黒やったのが。立浪になってから再開常連の横浜型暗黒になった。立浪時代が一番弱い。立浪のせいだけじゃないが間違いなく立浪も悪い。立浪の次の監督も連続再開でも3年目のチャンスもらえるんかね。トレードはうまいよ。お互いがウィン。ウィンになれるトレードってめったにない。よかったのは悔いくらいじゃね。斎藤はもう劣化してるし砂田とかもはや存在すら消えてるし川越も一瞬だけ。それより阿部強打軍事山本の方がええやん。投手良くて打撃しょぼかったのが。投手もしょぼくなってしまった。バンテリン工事機関にテラスつけるんやないの？投手力が売りのチームだったのに先発がゴミ化してるのって誰のせい？立浪？投手コーチ？スカウト？だってさ、大野にしろ涌井にしろ松葉にしろ普通に高齢だろ？落ちていくのは当たり前。柳や小笠原は金属疲労がたまるタイミング。でネオにしろ梅津にしろ中地にしろ何の実績なしが後釜として用意してたけど全員ダメ。なのにこいつらが常に活躍するって前提で投手が揃ってるとかを言い続けてたのが中日やその OB。 現状認識すらできてない上にそれを前提に投手整備を怠って二遊間に固執。そらこうなるて。二遊間を再編しろは立浪以外誰も言っていなかった気がする。当初強打がいて有空がいて一応ネオなんかもいたし、まあたとえ有空軸じゃ不足だとしても村松田中取れば十分で津田辻元まではいらん。そら控え含めて二遊間解体したんだから絶対的な数が足りんからな。だから去年は村松田中離脱して誰も控えがおらず有空が1割でも使われ続けた。その反省で山本板山取ってドラフトでも乱獲やからな。おかげで投手陣崩壊寸前だよ。メヒアとカユ去年8先発44回投げただけの外人が1年ローテで回ると思ってたとかバカとしか言いようがない。今年再開になったら同一監督3年連続再開というワースト記録になる事実。他球団の戦力外選手ばかりになっててあと5年も地獄確定やろ。強打阿部軍事アリエル高松。この辺り放出して三つ股溝脇も切って数年耐えるのかと思いきや1年も耐えられずに中田翔山本板山川越に頼るのほんまに笑うわ。この2年間ガチで何の意味があったんやろな。でも遊撃経験者ならキャッチャー以外どこでもコンバート可能じゃね？打てる遊撃ならまだしもコンバートで打てない外野とか増やして強くなるか？打撃型の遊撃を集めてたならまだ救いがあるけど。そうじゃないやろ？似たような非力な小兵遊撃ばかり集めてるんだし W。 まずはフロント変えよう。心情に大差つけられたのこさ。スタートは立浪の方が楽だったのに。序盤調子良かったのに。シーズンオフの大補強、ゴミ拾いの結果がこれやもんな。今後レギュラーになれる選手おらんやろ。こんな奴ら使っても伸びしろもないし無駄なことしてるだけ。中田35 OPS 570 中島42 OPS 133 山本31 OPS 582 板山31 OPS 625 上林29 OPS 503 ドラフトで金丸取りそうな気がする。そう山取らんの？落合が焼け野原にしたっていうやつおるけど黄金期気づいた監督にあれだけ文句言うん怖いわ。焼け野原言うけど監督前半と後半でスタメン半分変わってるのに優勝しとるからな。焼け野原にしたのは落合退任後に好き放題したフロント野郎に。ほんまに。それに黄金期どころか優勝や A クラス入りもできんまま辞めてく監督なんていっぱいおるのにそれは見えんふりってちょっとどうかと思うわ。今後中日が強くなる確率よりもタイムマシンが開発されて落合時代に戻れる確率の方が高いと思ってる。
なので一刻も早い球団身売りを。とりあえずライマルでマネーゲームするのはやめとけ。クローザーってのは最後のピースだからな。今の中日には宝の持ち腐れだよ。弱い根本的な原因はやる気のないフロントのせいだから無理よ。だから誰も監督なんかやりたがらない。矢野ヘッドコーチで、福留を打撃コーチで招聘し、戦力補強にドラフト戦略見直せばチームを立て直せる。来年は A クラスを目標にしないとね。野手は若い選手がだいぶ芽を出し始めている。問題は投手をどうするか。井端の契約が2026年までだから井上も2年契約かも。来年も再開になってフロントが立浪起用の正当性主張したいがための井上だろうな。ライマル小笠原抜けるのに補強ゼロだぞ。多分負け引きついてるからな。今年はちょくちょく終盤を椅子がったり粘ったりして無抵抗の負けは減ったとは思うが、それも去年一昨年とかがひどすぎてよく見えるだけかもしれんし、最終戦みたいに大事な時に淡々と負ける弱さがある。雰囲気変えるためにベテラン追い出したんだろうが、代わりに取ったベテラン二人があの低たらくじゃ話にならんし、若手が頑張るしかないわ。中日野手は見た目上の成績は悪くないが得点が伴わなかった。そこを井上のベンチワークで改善してくれれば。鹿児島出身の左打ち外野手の中では井上のことが2番目に好きだから頑張ってほしい。立浪監督が育て磨き続けた原石が光る手前まで来ている選手がたくさんいる。その財産をドラゴンズ以外の立浪さんとの絆が深くない方に持っていかれるよりは、自分がバトンを受け継ぐ方が一番スムーズなのかなということを考えて決断に至りました。井上の信念が垣間見えたコメント。このコメントで感動したファンは多いと思う。1位かなまる。2位井原。奇跡的にくじけ当てて井原が2位で取れればワンチャン。負け壁の染みついたチームを立て直すのはそう簡単にはいかないからな。どっか入り切ったしても10年以上浮上できないんだし、監督だけの問題ではない。小笠原ライマルがいなくなることが確定してる時点でやばい。チームの売却が最大の補強。来年は投打に期待の若手が出てきてくれたらそれでいいかな。投は福田とか松木平とか名前出るけど、打の方がな。で、2軍に追放した主力の連中は2軍優勝争いで見事に優勝逃したからな。暗黒まとったチームは選手も暗黒になる。ドラゴンズの負け壁のレベルは苦手の横浜戦が一番わかりやすいわ。特にここ3年はこのチームは勝負どころでやっぱりダメなんだなってのを散々見せつけられたし。最高やね。まあ現実は無理どころか2人とも外して買いでも取れそうな選手繰り上げしそうだけど。足引っ張ってるフロントが何も変わらないのにどう再建しろと？くだらない権力闘争、適当な仕事しても責任を問われないスカウト陣。現場がどれだけ頑張っても無理だろう。正直現時点で来季再開はないと思ってる。小笠原とライマル抜けてもね。投手欲しいのはわかるけど、3位までに野口、石井、銀で当たりを取りたいが、逆ウェーバーのせいで多分残ってないやろ。左腕投手、左腕投手で行くなら、2位に野口か石井を指名したい。大卒社会人なら、ちょうど宇佐美と石橋の間に挟まって被らないし。じゃあどこが最下位？逆に横浜は常連中日筆頭に下位チームで勝ち星稼ぐ作戦だからガチガチに研究してマークしてるって聞いたことあるな。ヤクルトだと思う。そう、山を取るべき。今の中日は核となる野手がいないんだよ。投手は高橋宏氏が出てきた。ただ野手は正直いない。細川じゃ弱い。そう、山なら核になれるんや。ほんまじゃけん。タッツは野手の入れ替えにはある程度成功して細川岡林を軸に次のレギュラー候補を揃えはしたが、与田時代に揃えた投手陣は焼け野原気味だもんな。イニングイーターとセーブ王が抜けるのは派手にヤバいとしか。難しいけど捕手ならその3人のうち1人は欲しいね。抑え軽視したら痛い目見るぞ。今年のヤクルトなんてまともな抑えさえいれば中日と競えるようなチームではなかった。来年すぐには難しいし、ライマルクラスには到達できないけど松山筆頭に抑えはなんとかなると個人的には思う。ただヤバいからヤバいのには変わりないけどさ。
いつの間にか投手力まで弱体化してるのに、立浪政権の3年間ずっと規定をクリアしてたローテの柱の小笠原とクローザーライデルが抜けて今シーズンよりも厳しい戦力でスタートとか茨の道すぎるわな。捕手ハイラン、加藤みたいなノーヒットマンまで勝ってんだもん。石橋さん朝育てろよ。あと中地石森草加達政権の負債はもう整理してくれ呪われてるから。球団が監督を全力でサポートして強くする気があるのかどうかに尽きるでしょう。リュウクウ田中あたりが他球団のプロスペとトレードする算段がついてるならともかく、さすがに早産取ったら渋滞しすぎだわ。それなら昨年、津田、辻元じゃなくて投手と捕手取るべきだった。優勝願って応援してるファンには申し訳ないけど、来年は無理さすがに厳しいよ。何か A クラスに食い込める兆しがあれば御の字な年だと個人的には思う。投手もやばいけど捕手もこの辺りで手打たないとだからな。若手の捕手育てる気ゼロだった立浪のせいでもう手遅れかもしれんが、少なくともスタメン野手までは数揃いえたんやから、立浪が焼け野原にしたは違う。あのメンツで文句あるなら村松高也も今年トレードせえ。与田政権の投手も単純に年齢重ねて劣化しただけやし、急務は投手を揃えることだけ。目下の課題に向けて前向きに行こうや。やりたがらないというソースは？田中津田辻元あたりは育たない。無理です。早々に見切っていい。そう山とははっきり言ってものが違う。野手で失敗したから666なんだが、立浪の3年で野手の世代交代には一定の目途がついた。あとは投手をどうするか。まあドラフトや補強次第ではあるけど、再開脱出のハードルが高くないのはそう思う。日本はアマチュアにも良い投手は多いから、投手陣の立て直し自体 2,3 年あれば十分可能なんだよな。今は即戦力投手不作なのはアンラッキーだけど、野手は輝いたと言っても得点力低いのは変わらない。効率よく得点圏で打ち勝負強くなる阪神型か、効率悪かろうが打ち目くる横浜型にならないとリーグ上位の得点数にはならない。ほんまに立つの取った選手はマジで全員ダメ。福永もちょっとブレイクしただけ。村松もあかんし、あいつの見る目は風俗のパネルに騙される童貞並み。立浪はスタメン野手揃えたとか言ってるけど、阿部強打放出した挙句ショートの村松も強打に毛が生えた程度だし、セカンドは埋まってないままだしな。若返っただけなのを評価するならそうですかって感じだけど、細川と福永が出てきたのは功績にしても良いけど、ドラフト再開と現役ドラフトのラッキーパンチに近いから立浪の目が良かったからとは言えないよな。大野、柳、由井、あたりは運用次第で使えるのでは。立浪ってさ、裏中地草加と3億円も使って、ドライチを捨てててるんだからもう、なんというか罰金者だろう。スカウトの問題なのか、これ加藤がいるのがキャッチャーがいらない理由につながるのかわからんが、今年木の下の劣化と石橋がレギュラー取れなかったから、そろそろ石橋の代わりの正捕手候補がいるわけやん。山線浜田高卒2年目だし、石橋か代わりの次の正捕手やろ。もしくはアジタニがレギュラー取れればいらなかったが、それとも来年もフリーパスの正捕手木下で行くか、残留するかわからんが、去年も同じこと書いたような気がするけど、 B クラスなのはフロントの責任だが、再開になったのは立浪の責任。3年後に優勝して気持ちよく広志党を送り出してあげてくださいよ。何もわかってないな。来年は井上責任やな。立浪は野手の入れ替えに成功した。このとんでもない叙述トリックに騙されてるやついる？いねえよな。中途半端な星取ったってしょうがないという意味で言ってるの。どうせすぐ使えるつなんていないんだろうし、松尾や森クラスが出現するまで待てば、問題を直視できずに種まき水やり期間だったでごまかそうとしてる時点で無理。素直に失敗でしたと認めろ。じゃないと改善なんて無理です。未だに立浪を擁護する雰囲気って何なんだろうね。なんか安倍政権を擁護してるネトウヨみたいなもんか。まあ功績というほどではないからな。投手崩壊してた森重。
投手崩壊してた森重時代にもそれなりに良い投手はいたが、それをもって森重の功績とはならないからな。3年連続最下位の立浪ならなおさら、永久戦犯。大島宇一郎、立浪和義、吉川勝、加藤博之。B 級戦犯。人志村徹、芦田仁。井上はじめしろ。で良いかな。ノーノーと就任会見に出てきたオーナーと社長、お前らも何と稼い、として見てなかったわ。スカウトは関係ないよ。しっかり仕事はしている。立浪は全県制度を採用していたからフロントは形だけ。立浪の思い通りにできるということ。星野や落合も同様に全県制度。制度の問題で中日新聞にも書かれていたけど絶対的な権限だそうです。だから去年のドラフトはフロントは、投手、と言っても立浪が、渡来、と言えば渡来になる。もうフロントが二遊間いらないと言っても立浪が、二遊間欲しい、と言えば2、3位指名する。だからもし立浪が続投していたら、1位金丸、1位は早産、になっていたと思う。すみません。酒飲んで5時ばかりだった。井上和樹、二村徹でした。今の時点で失敗したとは言えない。来年以降、いつの間にか巨人なんかよりもはるかに古臭くて変われない球団になり下がっちゃったね。使う選手も優勝争いしてた巨人の方が若かったし、何がしたいんだか。最強の理論で草。落合元 GM は訴追されないの？捕手は宇佐美か木の拓でいいよ。バンドなんだから捕手に贅沢言ってないで投手がなんとかしろ。ドラ1は金丸周山どっちでもいいけど先発候補はたくさんとれ。1位、金丸義信。2位、井原春樹。木下が FA 移籍しなきゃいいけどね。オーナーは経営者、あくまでも中日グループのオーナーの立ち位置。中日球団の責任者は吉川勝也、編成部の責任になれば加藤博之。大島オーナーが責任取るときはグループの財政危機や大きな不祥事ぐらい、球団の成績だけでは責任は取れないよ。ライデルはともかく小笠原みたいな勝つ機会無な失点の仕方するやつに150イニング任せるよりはネオ以外の先発候補に任せた方がマシやと思うわ。リーグ最強の投手がいてなおリーグ最低の先発陣からさらに規定投手が抜けます。3年後には引退してそうな投手が複数ローテになってます。担えてない。2軍にプロスペクトいません。投手の立て直しにまた3年かかるレベルやで。で、投手ドラフトやってる間に野手が崩れる。一番ダメなのが若手に負け癖つけさせた上で球場満員にさせてることだわ。変に強くなって競争にさらされるより今のままがいいって思うやつもおるやろ。少なくとも与田は。根尾石川高橋宏斗と柱になるような選手を指名した。立つとは全く違う。比較して批判するのはお門違い。種をまき、やっと芽が出始めた。正気かよ。ふざけんな、と言いたいわ。現状良い投手とっても、木下宇佐美がフォアボール出したら自動ツーベース状態だから、山本由伸クラス取らないと失点減らないぞ。FA で取ってくれる算段がついてるなら話は別だが。というか、捕手がいないから捕手を取りまくる。二遊間がいないから、投手がいないから外野手がいないから、高卒がいないからって偏重ドラフトの結界間に至るのに、またバランス無視で偏重ドラフトするのか。そうやってへりくつこねて罪から逃げ続ける限り同じ過ちを繰り返すんだよ。立浪は野手の立て直しに失敗した。その結果3年連続最下位という最悪の結果を招いた。これは厳然たる事実なんだから、それだけは最低限認めなきゃならない。立浪は野手を焼け野原にしたが、全てが怪人に帰したわけではないから、焼け残った連中をうまく使って野手を立て直すのがこれからの井上の仕事。前向きとかそれっぽい言葉で逃げるなよ。罪と向き合わない人間は永遠に逃げ続けるし、許されることもないんだわ。前監督が種まいたらしいし、来年あたりに花咲くだろう。今こそ君たちに問いたい。立浪は野手の入れ替えをするために監督になったのか。就任会見で、野手は必ず入れ替えます、と言ったのか。はい。か。いいえ。
って答えてください。じゃあ10年保守補強令で行くのか。その頃には木下42歳だぞ。しかも森だってすぐにレギュラーになったわけじゃないし、そもそもそのクラスは競合するから外したら木下52歳やぞ。山本明もびっくりだわ。先発投手陣は年寄りだらけになるの？2年目の夏くらいに途中解任とかならないでほしい。よぉ、立浪の成果はゼロ。立浪のことなど全部忘却でー。井上はゼロからやり直し。ライデル流出なら痛いが。やるしかにゃあがや。立浪のことをあがめたてまつる気はさらさらないけど。何が何でも立浪は何も残してないと言い張るのも辟易。なんで総量極端なんかね。再建できるかどうかって話ならできる。優勝できるかって話ならできない。もう先発無理だからワンチャン中継ぎにかけるしかないな。それでも連投不可の起用しか無理そう。女性問題発覚かな。立浪が種まきしたっての私か。ただ普通は、この花そろそろしおれてきたな、隣に種をまくか、って流れなんだけど、立浪は開花してそろそろしおれそうだった花を無理やり引きちぎって種をまいたから、そりゃ周りからの心象も良くないし弱くもなるわ。今中を臨時コーチにしたが改善どころか悪化した。無理やり引きちぎったというのは誤解を招くな。別の畑に植え替えたと言い換える。立浪の蒔いた種って何よ。何にもないだろがよ。まさか、村松、田中、福永なんて言わないでくれよ。六葉が始めた頃の弱点は野手なので野手優先で入れ替えた。結果は完璧どころか合格点の手前くらいかもだが、まあまあ悪くはないし結果もできてない。となると一応元投手出身の井上監督と投手コーチの力量で再来年くらいに結構変わってくるかもね。腹に罵声浴びせまくってる巨人ファンの悪口はとどめろ。数だけはいるに勇敢に期待できないのはわかりますが、一応は明大の先輩村松がショートで準レギュラーなので取れないでしょう。そのあたりが種じゃなかったら、逆にどういう選手が種扱いされるんだ？ちなみに俺は1年間通してある程度の成績を残して、なおかつ規定に乗ったら芽が出た扱いする。そして花開いたと言えるのは3年以上レギュラーとして結果残したとき。宇一郎が喋るときの数がどうにも不愉快に感じた。はぁ、あ。村松田中福永の最終形態ってどんなだよ。あいつらがお、長島クラスになるのかよ。アホ臭くてビチビチうんこ漏らしたわ。ポジションごとに求める能力はそれぞれ違うけど、ショートは最低250打てて守備うまければよいし、セカンドも大体同じ。サードは280、15本くらいは欲しいな。それを3年通してやれれば十分と思う。長島クラスなんて今の NPB 全体でクリアしてるの数人程度だろ。そこ基準にしたら強いチームですらほとんど開花してないわ。規定投球回到達者ゼロのチームが珍しくない現代野球で、150イニング投げてたピッチャーが抜けるのは痛手だと思うけど。はぁ、あ、だったら今日だと阿部でいいだろ。わざわざ種まかなくても完成形いたじゃん、アホくさ。だったら率320、ホームラン20本狙える総山を取るべきだっつってんの。何年前まで遡るんだよ。達人のこと笑えないくらい頭悪い達案いてくさ。お前ら物事をゼロか100でしか見えねえのな。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。